ディショルムコンプレッサーのローターディショルムコンプレッサーとは溶石型圧縮機の一種であり、内燃機関向けにスーパーチャージャーとしても用いられる。産業用としては一般にスクリューコンプレッサーと呼ばれる。特許自体は1878年3月24日にドイツのハインリキキクライゲルによって取得されたが、当時の製造技術では限界があり、実用化されたのは 約60年後、スウェーデンのアルフ・リスホルムによってであり、このことをもってリショルム・コンプレッサと呼ばれる。仕組みは1体のねじれたローターが作る空間が、ローターの回転とともに容積を縮小し、機体を圧縮し突出する。ルーツブロアと異なり内部圧縮があるために高い全、断熱効率を誇る。自動車用スーパーチャージャーとしては1993年に、 マツダが IHI と共同開発し、ミラーサイクルを搭載するユーノス800に、初めて採用、以後、AMG を含むメルセデスベンツや、アフターマーケット用チューニングパーツとして用いられている。目型回転子は、通常6筋あり、オス型の回転子が1回転すると目型の回転子は240度回転する。目型回転子を基準に完全に元の位相が一致する、一サイクルで、 モス型回転子は11.5回転する。作動時の振動が少なく空気圧縮機や空調機としての用途にも使用される。圧縮機としてだけではなく膨張機としても用いられ、蒸気を動力源としたスクル式蒸気発電機として実用化されている。1878年3月24日、ドイツのハインリッヒクライギルは特許を取得した。 最初の特許はスクリュー式圧縮機の原型である。彼は改良を重ね後に2番目の特許を1878年8月16日に取得した。これらの両方の特許は特許庁において最も初期の記録が残っている。ハインリヒクリガーはハノーファーで再設計して彼の図を互いに2つの絡むローターで構成されるものに明確に示した。 1867年、互いに180度ねじれたローターの圧縮機がヨーロッパで発表された。当時この概念は製造技術が不十分なため実現しなかった。約60年後、スウェーデンの蒸気タービン製造会社であるルングストロームスアンタービン AB は、後に近代的なスクリュー式圧縮機を開発することになるアルフ・リスホルムを新任の主任技師として招聘した。 リスホルムはガスと蒸気タービン用の軽量の圧縮機を研究した。この形式の圧縮機は1930年代にルングストロームス・アンタービン AB によって設計、特許取得、製造された。主任技師はアルフ・リスホルムだった。ルングストロームス・アンタービン AB は1951年にスベンスカ・ローターモスキーナ AB へ改名、SRM は 今でもスクリュー圧縮機の特許を持っている。基本特許は保護期間を超えているので既でに失効している。ローターの製造経費が高いためスクリュー圧縮機は当初は低知識エンジンに使用された。一例としてエリオット・リカムとブルームウェードが挙げられる。リスホルムは回転子の重要な形状のみならず、回転子を正確に製造するための方法の問題も解決して特許を取得した。 1935年に取得された特許では、非対称な5筋の目型回転子と4筋のオス型回転子の設計だった。ありがとうございます。